照明会よりもパークスよりもキャップスよりもは出ないか、それよりも誰よりもアリアですよ。MSI でブレイクするのは誰か、もちろん LGL 代表デトネーションフォーカスミーです。過去6回 LGL を優勝している彼らはなんと今年レギュラーシーズンで2回しか負けていません。例年とは一味違います。 V3 スポーツに対しても昨年のリベンジマッチをきっちりと果たし王座奪還を成し遂げました。強いデトネーションフォーカスミーが戻ってきた。 LGL2021 スプリングスプリット王座奪還、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。照明会よりもパークスよりもキャップスよりもは出ないか、それよりも誰よりもアリアですよ。エルジェルで圧倒的な力を見せてくれた彼はアイスランドを熱く盛り上げてくれるでしょう。皆さん、 MSI でブレイクするのはエルジェル代表デトネーションフォーカスミーです。